皆さんこんにちは。どうも、フライトでございます。本日もステイホームエラインズのチャンネルへようこそ。ついに出ました、ムスフス用の CRJ ですね。えっ、ー、と、この CRJ はムスフスで発売された、えー、スイッチもほとんど操作できますし、よりリアルなオペレーションを体験できる、一番最初の作り込まれた機体になります。私も CRJ あまり詳しくなかったんですけれども、これを機にちょっと一生懸命勉強しておりまして、 ムスフスのデフォルト機の感覚ではちょっと飛ばせないのでチュートリアル動画という形で今後展開していきたいなというふうに思いますどうぞよろしくお願いしますさてこのチュートリアル動画ですがエアロソフトが出しています公式のマニュアルですね ボリューム3、3番のマニュアルです。ステップバイステップとも呼ばれるようなんですけれども、一つのフライトをチュートリアルとして文章化したものがありますので、これに沿って基本的にやっていきたいというふうに思います。EDLP から EDDM ですね。 えーと、エアロソフト製のフリーウェアが EDLP ありまして、これはムスフスのマーケットプレイスからもダウンロードができます。ミュンヘンの方は、えー、有料になりますけれども、これももし興味がございましたら、えー、3000円弱ぐらいだったと思いますので、導入して何度も練習してみるのもいいかもしれません。えー、これに沿ってやっていきますけれども、まだまだちょっと文章として間違っているかなというふうに感じるところ。 あとは YouTube 上で、えー、実際のエアラインのパイロットが紹介している手順等もありますのでまあ、一部それに変えながらになるかもしれませんけれどもどのようにやっていったらこの CRJ を一通り飛ばすことができるのかなというのをやっていきたいなというふうに思いますさてワールドマップの方に来ました今回は CRJ の 700ER という機体を使います リバリーはいくつか入っていますのでご自身の好きなもので大丈夫だと思いますけれども、まあ、ドイツ国内なのでねルフトハンザドイツの塗装を使っていこうと思いますそして先ほど紹介しましたエアロソフトが出しているこのチュートリアル用の文章なんですけれども この中にはチュートリアルを読み込むためのシチュエーションファイルというのがあって、それを読み込めば必要なデータを読み込んでくれるよというふうに書いてあるんですけれども、該当するファイルを開いたところ、なぜかこの EDLP、パーダーボルンからシャルルド・ゴール、フランスの方までのルートのデータが入っていまして、理由は不明です。 私はムスフスのマーケットプレイスで購入したので、公式サイトエアロソフトからダウンロードされた方はもしかすると正しいデータが入っているかもしれませんけれども、現在そこは問い合わせ中です。ただ、このチュートリアルを進めるにあたって、そのシチュエーションファイルを読み込まなくても、えー、進めていくことはできますので、シチュエーションファイルなしでやっていきたいと思います。さて、えっ、ー、と、EDLP ですね、えー。パーダボールンを選んでいただいて、 私はエアロソフトのフリーウェアを入れさせていただきました。ゲートもどこでもいいんですけれども、2番ぐらいがいいかなと思います。1番まで行くとですね、端の端になってしまって、ちょっとプッシュバックするのが辛くなりますので、2番ぐらいに設定していただくのがいいかなと思います。天気現象はこれもお好みでいいかと思いますけれども、今回はフュークラウズですね、少し雲が出ているような状況にしておきます。 チュートリアルでは8時半ごろの設定にして出発していくというふうになってますけれども時間がずれていてもとりあえず CRJ の飛ば,し飛ばし方を学ぶという意味では特に問題ありませんので一応8時半に設定しますけれどもこれもお好みで結構かと思いますではこの状態でフライに進んでいきますさてこちらが機体を読み込んだ後になります スタートした直後はすでにエンジンが回っています。この状態からスタートするにあたって、まず EFB で様々、えー、な設定をすることが推奨されています。コックピットに行ってみましょう。エンジンはスタートしてるんですけれども、画面は一部ついておりません。コックピット左側、EFB がついておりまして、この画面をタップすると、 起動します。エアロソフトのロゴが出て、こんな EFB の画面が出てきます。チェックリスト、パフォーマンス、エアークラフト、メンテナンス、オプションズとそれぞれあるんですけれども、この辺の細かい内容については、マニュアルの日本語訳を私、進めていますので、えー、と今のところメンバー様限定ですけれども、もしご興味がある方はそちらを見ていただければなというふうに思います。えー、エアークラフトのところで、えー、ドアの設定ですね。 お客さんの乗り降りするドア、貨物室のドア、あとはホイールチョークですね、車輪止め、サービスドアっていって、ここからあの機内食の搭載ですとかするためのドアですね、右側にあります。グランド用のエアコンですとか、グランドパワーカート、地上からの電源を取るための電源車ですね、客室のライトの調整もここでできます。一応お客さんへのドア開けてみましょう。 蹴るとこんな感じで階段が出てきますね。で、えー、手すりがついてるんですけれども、このガードレールスというのを押してあげると、手すりが下がります。これはボーディングブリッジを取り付ける際は手すりを下げて、このような形で乗り降りするというような形ですね。今回はボーディングブリッジありませんので、えー、手すりを上げておきます。一応、 プッシュバックエクスプレスとも連動してますので、この状態でケータリングの車ですとか、貨物の搭載を呼ぶことはできます。ただし、飛行機の位置をちゃんと認識してないのか、翼ですとか、ボディに思いっきり食い込んでいくので、これは今後改善されていくのかちょっと不明ですけれども、ちょっと微妙ポイントかもしれません。さて、それをやっている間にですね、 え続いて、オプションズというところをちょっと見てみようと思います。ここではですね、えー、種々の設定ができるんですけれども、まず温度がですね、摂氏なのか、下詞なのか、ウェイトユニットはキログラムとポンドで選べます。チュートリアルがキログラムになっているので、キログラムにしておきましょうか。あとはバロメトリックユニットですね、ミリバールかインチか、あとはインディペンデント、まあ、それぞれ独立した状態で、えーまあ、3つコード系があるんですけれども、 左席を右席をあとはスタンバイですね、予備のがあるんですけれども、一つセットすれば全部セットされるようにするのか、それとも独立された状態、全部セット自分でしないといけないのかを選ぶことができます。結構大変なので、これはあのシンクロナイズドにしておいたらいいんではないかなというふうに思います。フライトディレクターモードは最近デュアル Q ですね、十字型のものが多いかと思います。 IRS アラインタイムもリアリスティック、クイック、インスタントとやりますけれども、特にこだわりがなければインスタントで、えー、早くアラインするようにしていいんではないかなというふうに思います。あとはフライトナンバー、ロケーションフライトプランページ。 これはフライトプランページの L3 と GoR。まあ,あ、表示の問題ですけれども、後でもしえ紹介するときあれば紹介させていただきます。どこに表示するかというところですね。PFDHGS スロットルディテントヒントっていうのがあるんですけれども、消化配慮ですね。本当は表示がないものを表示させる機能なんですけれども、CRJ のスロットルはちょっとエアバスに似ているところがあると思います。 えー、ディテントがあって、アイドルシャットオフ、上、え、は、ー、クライムとがマックスというふうにあるんですけれども、えー、実際はケーキに何も表示されないんですけれども、このディテントの位置は。ただ、大変じゃないですか。このシミュレーターって、四角が狭いのでね。なので、今どのディテントに入ったのかっていうのを PFD 上、この画面の上に表示させる機能があって、 それを使えば、こっちを見なくても、手元だけで必要な出力のところにセットができるという機能ですね。一応、私はショーにしておくことをお勧めいたします。いちいちこう視点を下げるのはね、結構大変ですね。あとは、オートパイロットディスコネクトヨークセンシティビリティって言うんですけど、センシティビリティって言うんですけど、ごめんなさい、噛みまくってますが。オートパイロットが入った状態で操縦管を動かすと、 オートパイロットが外れて手動に切り替わります。これの力加減の問題ですね。大きく力をかけた場合にディスコネクトするのか、本当にちょっとでもかかってしまったらディスコネクトするかの、えー、感度の問題です。ローにしておいた方が不用意に操縦桿に触ってしまった場合に外れないで安心ですね。ハイにすると、 例えば何かキーボード操作しようとした時とかに操縦管触ってしまうとオートパイロットが外れてちょっとややこしくなる可能性があるのでローにしておくことをお勧めします、まあ、今回はこんな感じでセットしていきたいと思います何か変えた場合はセーブオプションズを押していただければいいかなと思います NEXT ページその次のページでは えっと、客室上面にアナウンスさせるかですとか、FMS の表示とかですね、あとは MFD のマップオプションズとか、まあいろいろあるんですけれども、ここの内容もマニュアルな日本語化で対応してますので、そちらをご確認いただければというふうに思います。さて、一通りオプションで自分がどのような形で設定するのかというところを決めていただいた後は、エアクラフトの画面に戻っていただいて、 こっちのエアークラフトステーツですね。上からコールドダーク、ターンアラウンドなどなどありますけれども、その状況に応じたスイッチポジションに、えー、してくれる機能ですね。コールドダークを押すと、えー、全く電源も何も通っていない状態のスイッチポジションにすべてセットしてくれます。まあ、今後慣れてきてただ飛ばしたいだけであれば、まあ、レディーフォータクシー、エンジンもかかってもう出発していける状態。 えー、デフォルトステートっていうのをここ変えてあげると読み込んだ時にどんなこのステートになるかですねを変えることができます多分最初に起動した時はレディー y for t a になっているのでさっきのようにエンジンは回っているというような状態になると思います気になる方はここ変えていただいてもいいかなというふうに思います それでは実際に Cold&Dark を読み込んでみます。押してみます。はい。そうすると、機体の電源もすべて消えた状態になりますね。ここからスタートしていくわけですね。では、エアロソフトが出しているチュートリアル文章、ステップバイステップに沿って内容を確認していきたいと思います。 では、ステップバイステップということで、えー、チュートリアルの文章に従って進めていきます。一番最初がセーフティーチェックです。えー、サーキットブレーカーズという項目から始まります。サーキットブレーカーはコックピットの後ろの壁についてますね。まあ、横から見て特に飛び出てるサーキットブレーカーがなければ問題ないと思います。こちら側もありますね。実際の動画ではこんな感じで確認してました。続いて、 ノーズホイールステアリングスイッチオフですね。ノーズホイールステアリングスイッチはここにあります。コールダークだとオフになっていると思いますけれども、これをオフにすることによって、まあ、ノーズギアが不要意に動くことを防止しているというところだと思います。プッシュバックが完了して自分で出ていくまではオフのポジションにしておきます。次、ハイドロリックポンプスオフ。油圧系統のポンプになります。上のパネルですね。 ここにスイッチが4つついてます。左側から1、3a、3b、2というふうにそれぞれ番号が振ってあるんですけれども、すべてオフのポジションになっているのを確認してください。ちょっとわかりにくいと思うんですけれども、実際に触ってみてここで油圧ポンプが作動することはありませんので、 真ん中がオフですね。3A だけ、オンとオフだけの2種類になりますので、オフにしていただいて、残りの3つは全部真ん中のオフポジションにしていただければ OK です。続いて、ランディングギアレバーダウン。ランディングギアレバーは真ん中ら辺にありますね。これがダウンポジションになっているのを確認してください。続いて、フライトスポイラーレバー0。スポイラーレバーこれになります。ちゃんと奥まで下がっていることを確認してください。 スラッツフラップレバーセットトゥーアクチャルフラップポジションということで、まあ今0のポジションで問題ないと思いますので一番上の0ポジションにしておきます。続いてレーダーですね。レーダーは一応あのムスフスではまだ CRJ で動作しないというふうに書いてありましたけど、パネルはここにあります。 オフテストマップ WX というふうなつまみになっているんですけれども、これをオフにしておかないと、電源が通ったときにウェザーレーダー、レーザーをね、目の前の人たちに浴びせることになりますので、オフになっていることを確認します。続いて、ADG マニュアルリリース、エアドリブンジェネレーターですね。ここにハンドルがあります。これがちゃんと中に押し込まれていることを確認してください。続いて、エマーデンシーフラップスイッチノーマル。 少し見づらいんですけれども、ここにスイッチがあって、上がノーマル、下がディプロイですね。ノーマルの方になっているのを確認してください。続けていきます。バッテリーマスタースイッチオン。バッテリーマスタースイッチはアッパーパネルにあります。エレクトリカルパワーというふうに書かれているんですけど、ここは基本的に電気系統のパネルですね。バッテリーマスタースイッチというものがあって、これをオンにしてあります。 そうすると、えー、と機体に電源が入り始めますね。ポンポンポンと音が鳴って、マスターオーニングライト、コッションライト、それぞれ点灯すると思いますので、クリックして消してあげてください。続いて、APU、AC エレクトリックス、アズリクワイアードエスタブリッシュというふうになっています。地上に電源車を呼んで、そこから電気を取ることも可能ですけれども、今回は APU をスタートさせる手順でやっていこうと思います。 ここの内容はですね、少しエアロソフトが出しているものと違って、実際の CRJ のパイロットが手順動画として出していたものにちょっと似たような形でやりたいと思います AP。API をスタートするにあたっては、ファイヤーテストですね、火災を検知するシステムのテストを先にやらなければいけないというふうになってますので、それをやってしまおうと思います。ファイヤーテストをするためには、画面を1個出します。 こちら側のディスプレイをちょっとポップアウトさせていただいて大きさちょっと調整しましたそしてですね、えー、STAT というボタンがここにあるんですけどステータスのページを出してあげてくださいこの状態でファイヤーテストスイッチを押し込みますそうするとファイヤーシステム OK という緑色のメッセージが出たの分かりましたかもう一回やってみますファイヤーシステム OK という緑色のメッセージが追加されて出て消えます これで火災を検知するためのシステムは正常に作動しているということがわかります。ライトが点灯しているので一回消しましょう。これで APU をスタートすることができます。APU のスタートの仕方も少し特殊ですね。パワーフィールスイッチとスタートストップスイッチってそれぞれあるんですけれども、 まずはパワーフィールスイッチを押します。そうすると今出しているこのステータスの画面がですね、少し変わりますので見ててください。パワーフィールを押すと APU の、えー、ケーキが出てきて APU インバイト、APUSOV、オープンというメッセージが出るんですけど、えー、APU インバイトのメッセージが聞いて下の APU ドアオープンになると APU の始動の準備ができたということになりますので隣のスタートスイッチを押してあげます。 そうすると白いスタートというライトが点灯して APU スタートというメッセージが出ますね。EGT、エグゾーストガステンパーチャーなので排気ガスの温度ですね。これが徐々に徐々に上がってきて RPM、APU の回転数です。これも徐々に上がっていきます。RPM60% ぐらいでスタートのライトが消えて、 ほぼフルに近いところね、2秒以上ですね、経過すると、緑色のライト、アベールライトというのが点灯します。これで APU が使用でき,ましたできるようになりましたということが分かります。始動するまでもう少しお待ちください。緑色のライトが点灯しました。これで APU が作動しました。 そして APU の電源を使うためにはこの APU ジェネレーターというスイッチがあるんですけれどもこれを下向きに下げてオートポジションにしてあげくださいオートポジションにすることで APU の電源が使用可能な状態であれば自動的に電源が供給されるように APU からの電源が供給されるようになります この、えー、ELEC、エレキですね。この画面で、えー、APU のジェネレーター、発電機が作動して、各バスですね。ここに電源が供給されているということを見ることもできます。さて、APU 始動に合わせてなんですけれども、えー、空調も調整してしまいましょう。エアコンディショニングパネルというのが、またアッパーパネルにあるんですけれども、パックスイッチですね。 空調ですとか、余圧をコントロールするためのスイッチですけれども、これがオフになっていると思うので、オンにしてあげてください。そうすると、客室がエアコンで、えー、暖房もしくは冷房が効きますので、えー、より快適にお客さんに過ごしていただけるのではなかろうかというところでございます。そのたりのリサーキュレーションファースイッチも,もオンにしておいていただいて大丈夫だと思います。 で手順が外れましたけれども、大体このような流れで APU スタートから空調のセットまで実際はやっているというような動画が上がってました。すべての航空会社が一緒ではないと思うんですけれども、一つ参考にしてやらせていただいた次第です。さて、続けてやっていきましょう。APU は回りました。次が AHRSIRSNAV という手順になります。ここにスイッチがあります。セレクターですね。 これをナブですね12時方向にしますということで IRS のアライメントが始まります先ほどちょっとオプション画面で選んだんですけれどもインサートになっているので割とすぐですね起動しますリアリスティックとクイックと選べますので、まあ、ご自身のやりたいように選んでいただければ良いかなというふうに思います ついて、エマージェンシークメントチェック。ノットシミュレーテッドになってますが、コックピットに搭載しなければいけない非常用装備品っていうんですかね。まあ、一応、テクスチャーあるみたいですけど、例えば、えー、っと、フラッシュライト、懐中電灯とか、これはおそらくスモークフードだと思います。あの、頭にかぶる、煙の中で頭にかぶるフードですね。これは消火器で、ね、 ここにあるのは多分クラッシュアックスですね。えっ、ー、と、オですねあの。緊急脱出とかするためにこのドアを破るためのものっていう風に考えればいいですかね。あとはフラッシュライトがここにも,もう一個あります。まあ、実際に何を搭載しなきゃいけないのかところまではちょっとわからないですし、えー、シミュレートされてないという風になってますので、まあ、わざわざ確認する必要もないかもしれません。 次、ギアセーフティピンズオンボード。これはノットシミュレーテッドですので確認する必要なしです。続いて、エアプレインドキュメンツチェック。これもノットシミュレーテッドですね。搭載しなければいけない書類がありますけれども、シミュレートされていないのでなしでいきたいと思います。次、ハイドラリック 3A ポンプ、As Required というふうになっております。先ほど、えー、ちょっと触れました油圧ポンプなんですけれども、 これが 3A というスイッチなんですけれども、地上で何か油圧が必要な場合は、これをオンにして油圧を作動させます。が、必要のないときは基本的にはオフにします。油圧系統の温度が上がったりですとか、まあ、使えば使うほどあの損,傷が損傷が激しくなるという方は言わないですね。摩耗していくものなので、まあ、少しでも寿命を伸ばすためにという考え方だと思いますけれども、必要な場合はオフにしておきましょう。 続いて FMS イニシャライゼーションコンプリートというふうになってます FMS の使い方はですね一つの動画になっちゃうと思いますのでそれだけまた別に動画を上げますのでそちらでご確認いただければと思います今回はセットアップが完了したものとして続けていきたいと思いますキャビンインスペクションという項目になります客室の点検ですね エマージェンシーライトというの、えー、もののスイッチがここについているんですけれども、これをオンにします。上がオンですね。そうすると、えー、と客室の非常用のライトが点灯します。これが点灯しているかどうかの確認ですね。あとはノンスモーキングシートベルトサインはオートにしましょうというふうになってますので、オートにしておきます。点検が終わったらエマージェンシーライト、これはオフにしていただいて、 まあ、通常お客さんが乗る前にこのシートベルトサインとノンスモーキングサイン禁煙サインはオンになっていることが多いと思いますのでここにオンにしていないかなというふうに個人的には思っています、まあ、お好みで大丈夫です出発直前にオンにするでも問題ないと思います続けて、えー、オリジネイティングチェックですねインターナルエクスターナルプリフライトチェックということで まあ機体の外部点検ですね。飛行機がちゃんと整備された状態にあるか、このまま飛行しても問題ないのかということを、飛行機の周りを一周して実際に目視で確認する手順があります。それと合わせて、まあ、客室も含めてだと思うんですけれども、コックピット内に不審なものがないかですね、狂気になるようなものがないかなどなど確認するというような手順が一応ここで含まれています。ただ、ノットシミュレーテッドですので、こだわりのない方は別にやる必要は全くないと思います。 続いてペダルシートハーネス。ラダーペダルですとか座席の位置の調整ですね。これもノットシミュレーテッドでやらなくていいと思います。えー、クルーンオキシーマスクというふうになってますが、酸素マスクの作動を確認します、えー。座席の左側に酸素マスクがついてまして、これがテストスイッチなんですけれども、押してあげると上のこの黒い丸のところに黄色い十字が出るんですけれども、 これで酸素がちゃんと流れているということが確認できます。あと、酸素の残量なんですけれども、この画面ですね、左上にも一応拡大して出してますけれども、えー、OXY1840 というふうに書いてあります。おそらく単位は PSI だと思うんですけれども、えー、残量がどれだけあればいいのかっていうデータもちょっとないので、正確にはお答えできないんですけれども、まあ、これぐらいあればとりあえず大丈夫でしょうというところで進めていきたいと思います。 次、オーディオワーニングパネルというのがあります。これは副操縦席側にしかついていないようですね。少しスライドしてみに行きましょう。ここにあります、オーディオワーニングスイッチですね。ここでは、まあ、ガードがかかるスイッチなんですけど、ガードがかかっていて、ライトがついていないことを確認します。ライトが点灯していないことを確認します。続いて えー、エレクトリカルパワーパネルチェックドというふうになって進んでいきますもう先ほどから何回か登場してるんですけれども電気関係のパネルですね、えー、オールジェネレータースイッチ発電機のスイッチですね、えー、エンジンの発電機のスイッチと APU の発電機のスイッチすべてオートになっていることを確認してください IDG ディスコネクトスイッチというのはここに2つあるんですけれどもカバーがかかっててライトがついてないことを確認してくださいインテグレイテッドドリブンジェネレーターですねこれをあの強制的にエンジンから切り離して、えー、ディスコネクトすることができるんですけれども1回ディスコネクトしちゃうと上空で再度つなげることができないので、まあ、不用意に外れることのないように一応カバーがかかっているものですね えー、DC サービススイッチ。DC サービススイッチはこれになります、えー。オフポジションでいいというふうに書いてありますので、オフにしておきます、えー。会社によってはオンにしているところもあるようなんですけれども、一応この手順書にやっ,てやっていきたいと思います。それでバッテリーマスタースイッチですね。オン。先ほどオンにしたものです。改めてオンになっているのを確認しておきましょう。 そして先ほど触ったファイヤーディテクションファイヤーモニターテストというのはですね APU スタートするために先にやってしまいましたこのスイッチです続いてエクスターナルライツパネルというのがありますこれですねエクスターナルライツまあ外を照らすためのいろいろなライトですけれどもここで推奨されているセッティングはナビゲーションライトを ON ミーコンライトストロボライトは OFF ロゴライトは昼間なのでオンでもオフでもどちらでもいいと思いますけれども手順書通りオンにしておきますウィングインスペクションライトは基本的にオフで大丈夫ですそしてその下ちょっと下げていただくとランディングライトですねこれがオフになっていることとタクシーライトがオフになっていることを確認してください続いてフィールパネルに行きます少し目線を上げていただいてフィールパネル燃料関係のパネルですね ここでは、えー、ブーストポンプですね。レフトとライトのブーストポンプというのがあるんですけれども、イノップ、まあ、不作動というか、作動していないですよという状態のオレンジ色のライトが点灯しているのを確認していただいて、あと他のスイッチはオンになっていないことを確認すれば大丈夫です。続いて、ブリードエアパネルですね。ブリードエアパネルのセッティングは、ウィングアンチアイスクロスブリード。このセレクターをノーマルにまずすること。 ブリードバルブズのセレクターをオートポジションにすることその隣のアイソレーションスイッチはオープンにすることが推奨されているようですあとブリードソースセレクターもボスエンジンにすることが推奨されていますここはこのブリードバルブズのセレクターをマニュアルにしたとき要は手動でコントロールするときにどうするかというスイッチ類なので基本的には触ることはないですし場所によって影響するものでもないんですけれども マニュアルコントロールになった場合ですね、手動でコントロール必要があった場合に、まあ、望ましいセッティングに一応、えー、まあバックアップとしてですねセットしているようなイメージでいいかなというふうに思います。続いて APU パネルですが、これも APU 先にスタートしてしまいました。手順書には詳しい、ね、説明が英語ですけど書いてあります。えー、私が解説した内容と基本的には一緒かと思いますので、ここでは飛ばします。 続いてスタートパネルですねここですエンジンスタートとする場合に使用するスイッチですねライトがついていないことを確認してくださいイグニッションのライトもついていないことを確認してください続けてハイドリックパネルのチェックになります油圧関係のチェックが一度必要になります アイキャスにハイドロのシノペティックですね、図を出していただいた状態で、ハイドロスイッチを全部オフにしましょう。オフになってると思います。そして、スタビライザートリムスイッチディスエンゲージというふうになってますが、手順書ではノットシミュレーテッドですね、再現されてないということです。いろいろ動画とかで見たんですけど、どうやらこの操縦桿の親指のところにスタビライザーディスコネクトスイッチっていうのが本来はついていて、 それを押すんですけれども、今回はついてないので触りません。えー、次がフルードクオンティティーズチェックということで、えー、油圧の油量ですね。数字が出てます。60,60,45というふうに出てるんですけれども、正常範囲が45から85%というふうに書いてありますので、現在正常の範囲で問題なしているところですね。続いてポンプ1、3B&2 スイッチオンというふうになってます。 上に目線を向けていただいて、油圧ポンプの1オン、3B をオン、2をオンにします。油圧ポンプが加圧された状態がこれで一応確認できるかなというふうに思います。そして、スタビライザートリムスイッチをエンゲージというふうに書いてありますね。まあ、ディスコネクトもできないので、エンゲージもシミュレートされてないというふうに一応書いてありますけども、 ちょっと気づいたんですが、このステータスメッセーージ、ステータステタディスプレイをですね、iCAS で出していただいて、スタビライザートリムのエンゲージスイッチっていうのがここにあるんですけれども、チャンネル1を押すと、スタブ、チャンネル2、イノップっていうメッセージが出るんですよね。まあ、要はここでは、えー、スタブトリムのイノップメッセージが出ていないことを確認すればいいので、どっちか出てたら押してエンゲージしてあげればいいんではないかなというふうに思います。 続いてポンプ1、3B、2、オートにします先ほどオンにした3つをオートポジションに戻します戻しますというかオートポジションにセットしますはいそして、えー、ポンプ 3A スイッチがオフになってると思いますのでこれをオンのポジションにしますで一通り油圧ポンプの確認とセットが完了になります 続いて ELT スイッチです。エマージェンシーロケータートランスミッターというふうに言いますけれども、まあ、機体に衝撃ですとか、緊急事態を感知すると、まあ、時期の位置ですとか、送信する機能なんですけれども、緊急遭難信号を出すための機械ですね。これをアームドポジションにします。まあ、何かあったときに自動的に送信するような、電波を飛ばす。 ような設定にしておくというところですね。ごめんなさい。ちょっと詳しいところまで私理解しきれてないんで説明があやふなんですけれども、まあ一応アームポジションにするというようなところです。続いて、キャビンプレッシャーコントロールパネルですね。キャビンプレッシャーパネルですか。えー、と、このパネルの右上になります。ここでは何をするかというと、まず iCAS の ECS シノピティックページを出しなさいというふうになってますので、ね、下を向いて ECS は ここですね ECS のパネルを出しますこの状態でマニュアルアルトコンスイッチセンターポジションこれです、ね、アップホールドダウンというふうになってますので、まあ、基本的には、まあ、中間位置でスプリングバックするようになっているようですので真ん中にあることを確認してください続いてがエマージェンシーリプレススイッチこれですねガードがかかっていてライトが点灯していないのを確認してください 次がプレッシャーコントロールスイッチですねライトがついてないのを確認してくださいマニュアルレートスイッチフルディクリースというふうになっていますこのセレクターなんですけれども小さい三角がついているのが見えるかと思うんですがこれを一番左までひねってあげていただいて客室の腰圧を完全に抜いた状態ですね外と中の気圧が同じになるように調整しますフルディクリースにするというふうな手順になっています 続いてエアコンディショニングパネルです。これもですね、先ほどちょっと触ってしまったので、えー、パックスイッチ、これのライトがついてないこと、リサーキュレーションファンがオンになっていること、えー、あとはテンプコントロールモードですかね、テンパーチャーコントロールモード、これ、ライトがついてるとマニュアル手動モードなんですけど、ライトがついてなければオートモードですので、ライトがついてないことを確認してください。続いて、ラムエアスイッチ、オフ。 アンドガードということで、これですね。カバーがかかっていて、ライトが点灯してないのを確認します。続いて、ウィングカウルアンティアイススイッチーズ。アンティアイス関係ですね。これはすべてオフポジションになっていることを今は確認してください。続いて、アイスディテクターテスト、まあ。機体への着氷を検知するためのシステムのテストですけれども、これは画面2つ参照しなければいけないので、もう1個画面ポップアウトさせます。 大きさ調整します。でですね、えーと、ステータスの方を出していただいて、この状態で、えー、点検を、テストを行います。これがアイスディテクターのテストスイッチなんですけども、押してみます。押すと、ADS ヒートテスト OK というメッセージが出ますので、えー、これで着氷の検知するシステムのテストが完了したというところですね。 手順書のところではこの画面にマゼンタっていうんですかねピンク色っぽい文字でアイスという風な文字が表示されるというふうに書いてあるんですけれども、えー、エンジンが始動した後の映像になっているので 実際ちょっとどのように表示されるかまでちょっと調べきれず申し訳ないんですけれどももし表示させる方法ご存知の方いらっしゃったら教えてください現時点ではこの ADS ヒートテスト OK というメッセージが出ていればそれで正常確認ということでいいんではないかなというふうに思いますでオフにしてあげますえー、と画面の大きさを調整しますので少しお待ちくださいこんな感じでいいですかね続いて えー、ウィンドシールドスイッチですね。ウィンドシールドのヒーティングです。まあ、コックピットの前のガラスですね。これをヒーティングするためのスイッチですけれども、ここでは、ローポジションにセットします。ロー、ロー。その隣のプローブヒートスイッチは、現段階ではオフにしておいてください。 そして一周回ってきて、エマージェンシーライトスイッチ、先ほどオフにしたものをアームにします。さっきのところでアームにしてしまってもいいとは思うんですけれども、一応ここでアームにするというような手順になってます。そしてスタンバイコンパスチェック。スタンバイコンパスがこれですね。ここにあります。だいたい150度ぐらいのところ向いてるんでしょうかね。自分の目の前の経験も、まあ145度ということで、ほぼ一致してますので、 問題なしということですね予備契機として使えるということがこれで一応判断できるかなというふうに思います次がストールテストというふうになります機体が失速したときに操縦管を自動的に前に押し込む機能がこの CRJ にはついているんですけれどもその手順を紹介します ストールピッチプッシャーというスイッチが、まあ、オフとオンと選べるんですけどオンにしてください反対側にもありますのでこっち側も、えー、オンにしてあげてくださいそしてこの状態でこのストールというスイッチがあるんですけれどもカバーを開けて押してくださいそうすると失速の、えー、テストですね失速が起きた時の機体の挙動のテストですね 操縦桿が前に押し込まれて、えー、とガタガタガタとスティックシェッカーっていうんですけれども、操縦桿をこうわざと震わせることで、パイロットに失速状態を、えー、警告するというような機能ですね。これの確認を行っています。一応、その日の一番最初のフライトでのみやればいいというふうになってますので、やりたい方はやるという程度でも問題ないかなというふうに思います。 次、ノイズホイールステアリングスイッチオフ。まあ、基本的にはオフになっていると思いますけれども、またオフにするというふうに手順として出てきています。次が、クロックセットですね。時計がここにありますね。基本的には触らなくていいと思いますけれども、まあ、デジタルの時計がここについているんだな程度で今のところ大丈夫だと思います。次、EFIS コントロールパネルチェックドというふうになってますが、えー、ディスプレイコントロールスイッチマップ、 非常にわかりづらいんですけれども、ここですね、ディスプレイコントロールスイッチっていうのがここにあるんですけれども、2、えー、段重ねのつまみの奥です。これでディスプレイの種類を変えることができます。マップモードにしてあげてください。まあ今、ルートがね、えー、FMS 上何も入ってないので表示されてないんですけど、これがマップモードになります。 で、えっ、ー、と、エアデータリファレンススイッチ、FMS1 になってますけれども、これ多分手順書が間違ってますね。エアデータリファレンスじゃなくて、多分ナブソースリファレンスだと思うんですけれども、ナブフォースリファレンスがここに表示されます。FMS1 ですね。回すと、えっ、ー、と、違うものに変わるんですけど、変わりましたよね。これ FMS1 になることを確認してください。次、バロスイッチセット。 まあバロメトリックですね。QNH とかの皆さん聞き覚えがあるかなというふうに思うんですけれども、えー、メタですとか ATIs で確認していただいて、数字はここに出てます。1 0 1 3ールで出てます。ヘクトパスカルと一緒ですね。で、インチとヘクトパスカルの切り替えはここでできますので、まあ、使う方をやって、セレクターはここですので、このセレクター回して正しい値にセットするというところですね。えー、続いて、 えー、ディスプレイリビジョナリーセレクターノーマルというふうになってます。これですね。このセレクターをノーマルポジションにしてくださいというところです。続けていきます。インスルーメンツパネルチェックというふうになってます。ケーキのパネルをね見ていくというところですね、えー。プライマリーフライトディスプレイチェック。えー、アルティメーターリードアウト、クロスチェックというふうになってます。コード系ですね。コード系が。 まあ全て、規定された範囲があるんだと思うんですけれども、その範囲内であることを確認します。マルチファンクションディスプレイ、こっちですね。チェック。まあ、何か警告みたいなのが出てないのか確認してくださいというところだと思います。えー、コックピットボイスレコーダー、テスト。ボイスレコーダー、ここにあのテストスイッチが付いてますので、5秒間押し込みます。1、2、3、4、5。 ちょっと早かったですけど、緑のライトがついたので、えー、点灯、OK、テスト OK というところですね。続いて、iCAS ス n d s t イン d b y i n s t r u m e n というふうになってまして、iCAS スプライマリディスプレイこちらですね、iCAS スプライマリディスプレイまあ、表示上ですね、いくつかメッセージ出てますけれども、現段階で出ててダメなものは何かあるかなというのを見ます。まあ、これは今多分。 えと全部出てても大丈夫なものですね。このあとスイッチ操作で消えていくもの、エンジンスタートすることで消えるもののみですね、えー。スタンバイアルティメーター、エアスピードインディケーター、クロスチェック、えー、これも確認します。QNH ですとか、表示が間違ってないのかでは確認します。iCAS セカンダリディスプレイがこっちですね。同じように変なメッセージ出てないかとか、何か警告を発してないかというところを確認してあげます。次、アンチスキットテストというふうになります。 まあ、アンチスキットは、えー、タイヤがロックして滑ってしまうことで、あのー、停止距離が長くなってしまうというデメリットがあるのでタイヤがロックしないように、えー、滑りを防止するための機能ですねこのテストを行いますアンチスキットスイッチがアームドポジションになっているのを確認してくださいこのスイッチですでこの時にアンチスキット関連のメッセージが何も出てないことを確認してください今出てませんね これをオフにします。オフにするとアンチスキット、インボード、アウトボードとそれぞれメッセージが2個出てくると思います。これを確認してまたアームドに戻しましょう。アームドに戻してメッセージが消えればシステムのテストは OK です。問題ありません。えー、次が MLG ベイオーバーヒートテストというふうになります。メインランディングギアベイかな。 えとギアを格納するエリアの、えー、オーバーヒート、まあ、熱を検知するためのシステムなんですけどもこのテストを行いますここにスイッチがあるのでこれをオーバーヒートにすると音声が流れますねでメッセージも m l g b a y o ー e ー h e ーというメッセージが一応出ているのがわかるかと思いますちょっと小さかったのでもう一回やってみますねメッセージ出ていると思います で、話すと消えますね。正常です。次がオーバーヒートテストの、えっ、ー、と、ワンフェールですね。えー、MLC オーバーヒートフェールというメッセージが出るかどうか。で、話したときに消えるかどうかを確認します。続いて、アッパーペデスタル、FMS から見ていきます。まあ、先ほども言いましたけれども、FMS の設定については別の動画にいたしますので、そちらでご確認ください。 えー、ブレーキテンパーチャーチェック。ブレーキテンパーチャーはここに出てます。大きな画面だとこれですね。消えてるか。よいしょ。少し調整していただいて、ここですね。えー、ブレーキテンパーチャー、ブレーキの温度をここに表示させています。えっ、ー、と、緑であれば問題なしということのようです。えー、次、ミュートホーンスイッチガード。ミュートホーンスイッチはこれですね。 これがガードされていることを確認してください。おそらく警告音を停止させるためのスイッチだと思われます。ランディングやレバーダウン。先ほども確認しましたが、ダウンポジションを確認してください。次がエンジンズシンクロナイゼーションスイッチっていうのかな。シンクロナイジングスイッチっていうんでしょうかね。ここにあります。N1 と OFF と N2 というセレクターがあるんですけども、基本的には L1 にしてくださいで。シンクロナイゼーションスイッチっていうのを、えー N1 にしておくことで N1、まあ、エンジンの一番前についているタービンの回転数だと考えていただければいいと思うんですけれどもそれをシンクロさせますストラストレバーの位置によってあのずれやすいんですけれども、まあ、あ FADEC っていうデジタルでエンジンをコントロールする機能がついているので多少レバーの位置がずれていてもエンジンの回転数をコンピューターが認識して合わせてくれます これのメリットは何かというと、まあ、当然左右の出力差が出ないというところもそうなんですけれども音はしないんですよね、えー、と回転が合っていないとハウリングっていうんですけどワン,ワンワンワンっていう音が 鳴り響くんですよ飛行機に乗ってて感じられたことあ,のある方いらっしゃるかもしれないんですけれども回転数が合ってないんですよねエンジンが左右のエンジンの回転数がですねそれを合わせることでハウリングを防止するので、まあ、客室内の、まあ、音に対する快適性が上がるというところでこんなシステムがついています続いてインジケートライトスイッチですねえー、っとライトのスイッチがありますディムとブライトですかね、まあ、明るくするか 少し薄暗くするかのセットですけれども昼間なのでどちらでもいいですね続いてグランドプロ x シミティスイッチーズチェック基本的にはこのテレインとフラップと2種類ありますけれどもガードがかかっていて何も表示がないことを確認してあげれば大丈夫です次スラストレバークワドラントというところで少しもう少し視線をずらしていってピッチロールディスコネクトハンドルというのがありますこれですね これが、えー、と押し込まれていることを確認してください引っ張り出されたのがこの状態ですけどちゃんと押し込まれている状態を確認してください、えー、CRJ のシステムとしては私の理解しているところですけども、えー、とワイヤーによって、ねえー、2つの操縦桿が連動するように一応なっているんですけれどもどちらかの操縦桿が壊れてしまった場合操縦系統が壊れてしまった場合に両方使えないと困るんですよ でどちらか一方でも使えるようにするために、まあ、その連動を解除するためのスイッチだと思っていただければいいんじゃないかなという,ふうに思いますすごい大雑把ですけれども連動しているところを不具合が発生したときに両方ダメになるのを防ぐために片方だけ、まあ、片方というか両方を切り離すためのスイッチだというふうに考えていただければいいと思います続いてグランドリフトダンピングスイッチというのがここにありますねこれが、えー、マニュアルオート マニュアルディスアームになっているんですけど、オートにしておきます。これをオートにすることで、着陸したときに、翼の上のスポイラーが自動的に立ち上がるというようなシステムですね。続いて、レフトハンドライトハンドスラストリバーサースイッチ、アームド。ここにあります。リバーサーを使うために、アームドスイッチをアームドにしておく必要があります。 まず離陸するときは、離陸を中断するときに、リバースレバーですね。逆噴射使う可能性がありますので、ここをアームドにしておきます。続いて、スラストレバーズ。チェックシャットオフというふうになってます。スラストレバーが、シャットオフの位置に入っているんですね。アイドルじゃなくて、シャットオフのところに入っているのを確認してください。続けていきます。アビオニックスレディオチューニングパネルというところに入っていきます。 さらに視点が少し下に移っていって、これですね。管制官と無線を通信をするための周波数ですとか、航空保安無線施設というふうに言いますけれども、まあ、特定の電波を拾って、そこに向かって飛んでいったり、そこから飛んでいったりですね。というような、電波を発するところの周波数ですね。これをセットするパネルになります。 でまず、やるべきことは TCAS スイッチセレクトというふうになってます。えっ、ー、と、白い丸がついたスイッチがいくつか並んでるんですけど、その TCAS というところの横を押していただくと、えー、TCAS の選択画面に行って、モードは基本的にオートでいいと思います。あるとは、えー、っと、リレ l ティブかな ?REL はリレイティブで ABS はアブソルューテッドですので、相手の飛行機の実際のコードを 表示するかそれとも自分の飛行機と見て、まあ、何フィート差があるのかを表示させるそれを選択するところですねで実際に機能するかまではちょっとまだテストが終わっていませんトラフィックオンオフは、まあ、基本的にオンでいいと思いますあとはアバブノーマルビローというふうにあるんですけれどもこれは、えー、とトラフィックを表示する範囲をですね 選択することができますこれはちょっと調べても CRJ に搭載されている TCAS のどれぐらいの範囲の周りの機体を映すかっていうところがデータとして見つからなかったので具体的な範囲はわかりませんけれども通常範囲なのかより上まで見るのかより下まで見るのかというところだと思います続いてアルトラインセレクトキーですねこの ATC というところの横のスイッチを押していただいて トランスポンダーのコードをここで入力することができるのと、えー、下のモードですね、Alt をオンにしておいてあげてください。あとはスコークナンバーを表示するのか、フライト ID を表示するのかとも選択あるんですけれども、基本的にスコークでいいんではないかなというふうに思います。手順書はあの ID になっているようですけれども。続いて、RTU FMS Tune Inhibit Switch ということで、 えー、レディオトランスミットユニットの1と2、まあ、2式積んでるんですけど、1と2。それがですね、インヒビットするためのスイッチですね。無効化するためのスイッチです。基本的にはあのー、ライトがついてないことを確認すれば OK です。ただ FMS チューンインヒビットは、えー、こっちのコンピューターからいろんな周波数選択することもできるんですけど、FMS からですね。 これを有効にするか無効にするかで基本的には有効にするということでえこのノブが上を向いてれば問題ないと思います続いてバックアップモードセレクタースイッチこれはえっと無線の RTU かなこの2つが使えなくなった場合に一応予備のためにえとまあ通信するための無線 の周波数および国航法無線施設の周波数を入力するためのものですね。で、ここに表示される数字は基本的にここの画面に出ているのと一緒です。12が込。2.8が混む下がえっ、ー、とナブですね。113.7。11。3.7え一致していることを確認して、スタンバイの状態にしといてあげてください。 続いてディスプレイファンスイッチになりますディスプレイファンスイッチは、まあ、ディスプレイをクーリングするためだと思いますけれどもこ非常にね、えー、とケーキが熱を持ちますのでクーリングするためのファンだと思いますがこれを、えー、こっちですねノーマルのポジションにセットしておいてくださいで手順書では IRS のスイッチがナブになっていることをもう一度確認するように推奨されています続いてトリムのチェックになります スタビライザートリムマックトリムスイッチエンゲージということで、スタビライザートリムは先ほどエンゲージしました。次、マックトリムですね。これをオンにしてあげて、ライトが消えるとエンゲージされたということがわかります。実はさっきまでマックトリムのメッセージがね、黄色い文字で出たんですけど、それも消えるので、それで確認することができます。 え次、エルロンラダートリムセレクトという風になってますので、えー、エルロンとラダートリムがしっかり作動しているかどうかを確認する必要があります。でえー、っと、iCAS はステータスを出していただいて、これがエルロントリム、こっちがラダートリムの図になります。でちゃんと作動するかどうかをこう動かして確認するんですけど、えー、っと、緑色だった線が今白に変わっています。で、左側に置きました。 今度右側に動かすと右にまた変わりました。で、動きを確認して、緑のところで中立に戻してあげてください。L 論も同じ要領です。えー、動きましたね。反対側に動かします。OK ですね。じゃあ元に戻します。緑になったところで止めます。ちょっと行き過ぎした。 OK ですね。緑になったところで止めました。続いて、ヨーダンパーですね。ヨーダンパーを演芸します。ヨーダンパーのスイッチはこれですね。ポチポチというふうに押してあげます。これ OK ですね。よいしょ。 続いて、えー、ソースセレクトパネル、ノーマルというふうになってます。ソースセレクトパネルも通常運行では操作することはありません。全部ノーマルでいいかと思います。もしこの後、あの機会があれば、緊急時というか不具合が発生した時にどんなことを操作するのかななんてところも動画にして作れたなというふうには思っています。続いて、ローーペデスタルチェックということで、パーキングレーキセット、パーキングレーキセットですね。 ランディングギア、マニュアルリリースハンドル、ストー。これです。これがちゃんと押し込まれているのを確認してください。次、ADC マニュアルリプ,プロイハンドル。エアドリブンジェネレーターのハンドル。これが押し込まれているのを確認します。でマージェンシーフラップスイッチノーマル。最初の方で確認しましたけれども、ノーマルになっているのを確認します。 さて、ここまでどれぐらい時間がかかったのか、私もいまいち体感で分かりませんが、ものすごい時間かかってると思います。一つ一つやってるとすごい大変です。本来2人で分担してやるような作業だと思いますので、余計に時間がかかると思うんですけれども、これで一通り、出発の準備ができましたという状態になったかなというところです。ここから実際にプッシュバックしてエンジンをスタートしていくというような流れになります。 でえー、ビフォースタートチェックというところで、えー、お客さんの搭乗も終わって荷物なども搭載が終わりましたという状態を作っていきたいので EFB の方を見ます EFB のエアークラフトを開いて、えー、っとまずドアを全部閉めていきましょう でえー、とカーゴーダースとかサービスドアもクローズになってますので問題ないですね。ね客室乗務員から全員座りましたという報告が来たりとか、これも自動で入ります。でパーキングブレーキ、さっきセットしましたのでホイールチョーク、車輪止めも外して大丈夫ですね。リムーブにしてしまいましょう。あら、それでは。 ここから出発していくわけですがさらに手順を進めていきますパッセンジャーサインオンということで少なくともここまでにはシートベルトサインをオンにしておきましょう私はもうあの先ほどのところでオンにするっていう手順でやってしまってます次キャビンプレッシャーのコントロールなんですけれども ランディングエレベーターですね。ランディングエレベーションです。ごめんなさい。着陸するときの飛行場標高のデータを入力しておくことで、それに基づいて客室の余圧をコントロールするという機能ですね。最初は出発の空港に戻ってくる可能性があるんで、出発地空港の飛行場標高に大体合わせます。ここのノブを回すとですね、ランディングエレベーションという今、あの青い数字が出てるんですけど、これが変わっていきます。 ほぼ700フィートに相当するとこなので700フィートにセットします。いずれにしろ20フィート単位でしかセットできないので大体のところでいいかなというふうに思います。続いてブーストポンプをオンにします。ブーストポンプが先ほど言ったオレンジのライトがついているところですね。これをオンにしていきましょう。オン。オン。オンにすると白いライトが点灯してオンというふうな表示になります。 アルティメーターセット出発する前には最新の気象状況を確認してアルティメーター QNH の値をちゃんとセットしましょうというところですねそして FMSIRS セットというふうになってますけれども、まあ、事前に入力したところから変わったところがあれば再度入力して確認するというところでしょうかね でここからの手順書は FMS の詳細の使い方になっているんですけれどもこの辺はまた別の動画にまとめてご紹介させていただきますこれだけでかなり内容が盛りだくさんになってくるかなというふうに思いますそれでは、えー、エンジンスタートの手順書がクリアートゥースタートというところがありますね では見ていきましょう、えー、まず APU ですね、えー、オンとチェックになってますね、APU も作動してますので問題なしです。Papers、えー、ーーオンボードというふうになってますけれども、まあ、フライトシミュレーターで使うことはないと思いますけれどもね、ロードマニフェストですとか、まあえー、と地上係員から受け取らなきゃいけない書類があるんですけれども、それがちゃんと受け取られましたということを一応確認する手順になってます。 テイクオフデータセットというふうになってます。で今回は FMS 何もセットしてないので、えー、やってないんですけれどもやるとしたらパフォーマンスを開いていただいてここはあの今回まだ入力してません数字を入力して、えー、ここに V スピード離陸の時に使う V1、VR、V2 などスピードが出ますのでセットオールを押してあげます。 そうすると、セレクトしたスピードがここに自動的に表示されますので、手動で入力する必要はありません。手動で入力する場合は、えっ、ー、と、ここの、セレクターを使って動かすことができるんですけど、例えば、えー、ターゲットスピード。これをノブ回してあげると、一番上の VT ってところのスピードが変わっているの分かりますか変わるんですよ。で、セレクトを押してあげると、 間違えたこっちですねリファレンス、えー、V スピーズというふうに変えていただいて回すと VR が回ってますよねセレクトを押してあげると V2 が変わりますよねというところでここで手動で変えることもできるんですけれども、まあ、せっかく EFB があるんでそちらを使って入力すればいいかなというふうに思います、えー、続いてドアクローズロックドアイキャスでですね ここにあのドアオープンとかメッセージが出てなければ問題なしです。まあ、あとは EFB からもステータスが確認できますし、えー、っと、iCAS のシノペティックでドアがあるんですよね。ドア。これであの全部閉まってるっていうのがまたわかりますので、これ開いてみてもいいかもしれません。ではエンジンスタートにあたって、えー、プッシュバックの許可ももらって、 ビーコンライトをオンにしてブースターポンプをオンにしましたというところですね。フィールポンプがオンになっていて燃料の残量を確認します。トータルフィールが先ほど自分が入力した値と合っていることを確認してください。チュートリアルの燃料の量とちょっと今表示が違うんですけれども、ここに表示されている燃料の量と 出発に必要な、最低限必要な燃料量が、燃料量が搭載されているかどうか、ここで改めて確認します。続いて、ハイドリックポンプス、オートはオンですね。まあ、セット済みですので、問題なしです。パーキングレーキ、アズリクワイヤードということで、プッシュバックしていくわけですね。私は FS2 クルーのプッシュバックエクスプレスを使ってプッシュバックしてみたいと思います。フライック。 はいということでパーキングブレーキリリースしますそうするとえープッシュバックするための車両が機体に取り付けられてプッシュバックが実際に始まっていくというような流れですね この空港は先ほどもちょっと触れたんですけれども無料の空港になりますただ10ギガぐらいあったのですごい容量が大きいんですよねダウンロードもちょっと時間かかりましたし、まあ、かといって建物がすごいたくさんあるわけでもないんですけれども10ギガぐらいですねまあでも無料なのであのもしいいなと思う方いらっしゃったらご検討いただけたらいいんじゃないかなという,ふうに思います エンジンスタート OK という,ふうに言われましたけれども、えー、プッシュバックは終わってからエンジンスタートしましょうプッシュバックエクスプレスで、えー、動作させてるんですけれども全く違和感なくですねちゃんと自分の思った通りにプッシュバックしてくれるので非常にありがたいですね まあ斜めな感じでちょっと止まっていきましょうかパーキングブレーキをセットします はい。では、エンジンスタートしていきましょう。ブースターポンプはオンになってますね、えー。右側のエンジンからスタートします。エンジンライトのスタートスイッチを押します。そうすると、えっ、ー、と、N2 ですね。N2 のタービンの回転率が少しずつ上がってきてるのがわかると思います。このケーキです。これが約20%ぐらいになったら、 燃料をエンジンに送り込むんですけれどもこのスラストレバーの赤いレバーをポチッと持ち上げていただいて20%超えたら前に出すというような流れでやっていきますこのタイミングが意外と重要でタイミングを逃すとエンジンの温度が一気に上がっていってしまったりとか異常燃焼してしまったりとかあるんで大体20%ぐらいのところでちゃんと燃料を送り込めるようにしましょう えとエンジンのオイルプレッシャーとアウトボードブレーキプレッシャーインボードスポイラース、えー、スポポイイラーロンズですねメッセージ出てますけどエンジンが回るとメッセージ減っていきます、えー、ITT というここのケーキ、ねあのー、温度計ですけどこれがだいたい落ち着いたところでエンジンスタートノーマルという判断でいいと思います続いて左側スタートします 容量は一緒ですねちょっとアナウンスと被ってしまって聞き取りづらいかもしれませんがご了承ください容量は一緒ですね N2 が上がってきて赤いレバーのロックを外してあげて20%ぐらいのところでレバーを前に押し込むとそうすると燃料が供給され始めて エンジンが点火して回転数が上がってくるというような流れですね。 ま,っきまで、出ててたメッセージは全て消えましたでエンジンの契機も落ち着きましたね。でですね、この手順書の中にあるエンジンを片方スタートさせて、それがその日最初だった場合は、エンジン1個スタートした後にこのブースターポンプをオフにしろっていう手順があるんですけれども、 どうやら正確に模擬されていないようなので、まあ、やりたい方はやる、えー、興味のない方はやらないんで、いいんじゃないかなというふうに思います。ライトフュールロープレスというメッセージが出るのを確認するって書いてあるんですけど、この SIM の中でやると、レフトフュールロープレスというメッセージが出て、左右逆になっちゃうんで、んどうなんだろう、実際は、実際の機体は分かんないんですけれども、えー、っと正確に模擬されていないかなというふうに思うところなので、えー、今回はノータッチでいきたいと思います。 では、エンジンスタートが無事終わりました。続いて、アフタースタートチェックに行きましょう。ジェネレーター 1& ジェネレーター2、オートですね。エンジンの発電機。基本的にはここでオートになっていると思いますが、オートポジションになっているのを確認してください。でブリードバルブズパック、オートオン。ここも新たに触ることは基本的にはないと思います。えー、アンティアイス、アズリクワイアード。今日は天気もいいですし、 え防除表システムは特に今のところいらないかなというところでオフでいきたいと思いますプローブゾーンですねプローブヒーターここに2つスイッチがあるんですけどこれをオンにしてあげますでエレクトリックスチェックということでア、えー、c a s スにエレクトリック出してみましょうかでエンジンのジェネレーターからそれぞれのバスに電源が供給されているのがわかるかなというふうに思います レーダーチェックというところで、まあ、あの使えないんですけれども、レーダーが必要な場合はこののぼ回して使いますで。ノーズホイールステアリング、アームドにします。これをアームドにすることで、ノーズホイールステアリングですね。ノーズギアをこう動かして、自分でタクシーしていくことができるというところですね。 さて、APU のシャットオフシークエンスというものが一応書いてあります。APU を止める動作ですね。まず最初に APU スタートストップスイッチを押してストップさせます。こっちですね。ポチッと押します。そうすると、えー、APU の EGT が下がってきて回転数も下がって APU がシャットダウンのシークエンスに入っていきます。 でえー、と電源がちゃんと供給されていることを確認して、まあ、ちゃんと電源は作動してますので問題なし。あとはブリードソースもね、えー、と強制的に APU を選んでるとかいう場合だったら困るんですけど、今エンジンを選んでますので、エンジンというかあのオートモードでエンジンからブリードを取ってますので問題なしですね。でブリードバルブスイッチも特に触ることはこ,こはないと思います。APU パワーフュールスイッチ、こっちをオフにしてあげます。 そうすると APU の動画がクローズされて APU がシャットダウンしました。めでたしめでたしという流れになっていきます。残っているメッセージはパーキングブレーキとリバーサーのアーム。これも意図的にやってますし、シートベルトとノンスモーキングサインですね。これも当然つけているのでメッセージが出て問題なしというところで正常にエンジンがスタートしましたというところです。 さあ非常に長い動画でございましたがここで一旦動画を切らせていただいて実際にタクシーアウトして離陸まで巡航中あとは着陸するところ等々ね、えー、いくつか場面に区切ってやっていきたいと思いますここまでが一番重いと思いますね ご理解いただけるように説明したつもりですがわかりにくいところもたくさんあったと思いますぜひコメント欄で質問していただければ私も一緒に考えますし皆さんで情報交換できればなというふうに思いますのでぜひお声がけくださいませということで今回の動画はここまででございますライブフライトなどで使いたいと思いますのでまたそちらもご覧くださいそれでは一旦失礼いたします ご視聴ありがとうございましたステイホームエアラインズのフライトがお送りしましたよろしければチャンネル登録お願いします